大陸プロテスト。長い戦乱の時代は終わり、国の統一を成し遂げた男がいた。覇王メディア。人間でありながら武の力で世界を席巻した英雄である。覇王メディアによる統一国家は10年でついえた。メディアは幼い王子と共にこの世を去り、プロデストは戦乱の時代を繰り返す。戦士には早々に晩鐘が鳴らされた。成長した覇王の娘レナが圧倒的な力で国々を制圧。各国は平和条約を締結し、世界は再び束の間の平和を手に入れた。世界に現れた一つの影と三つの巨人。鳴り響く大破の音が大地を打つ。いわれなき暴悪に国々は共同戦線を張りて立ち向かった。しかし情報は混乱し、世界は荒芜と化してゆく。いつしか国々の結束は崩れ、人々は万力に屈していった。灼錬の術師レナは最後の同志と共に軍を挙げる。老いた王女は武をもって影と相打った。世界から覇王の娘と影の姿は消え、残った三つの巨人は沈黙した。時が来たようですね。あなたはどちらの姓を望みますか？ではあなたの望みの名は？とてもあなたらしい名ですね。我々は、世界は、あなたの選びし道を受け入れることでしょう。さあ、お行きなさい。あなたの周りに、行く先に、幸いのあらんことを。私と同じ17歳でしょ。私はもう十分に戦えます。ヘプー族の戦士としてやっていけます。でもレナ様はいつまでとっても私をこの里の森辺にはしてくださらない。パートナーである人間族のお前が弱いから、私までレナ様に認めていただけないのです。さあ、1083回目の訓練を始めます。あ、間違えました。1542回目でしたっけ。931回目。まあいいです。だいたい1000回目の訓練です。危険、クルリン山を受けるがいいです。殺す気で来ないと大怪我しますよ。Men's battle. Thank you.
ボタン。はい。どこ？ゾリア、どこ？Battle. Go! Battle begins.Battle begins. どこ？どこ？Battle results.
お待たせしました、レナ様。あなたたちがここに来て10年になりますね。今日はあなたたちにこの里を守るための武器を授けます。ではやっと私たちも正式にこの里の森辺にしていただけるのですか。そうですよ、ダネット。あなたたちに守りの力を授けます。さあダネット、この中から自分にふさわしいと思う武器を選びなさい。この日をどんなに待ったことか。どれにしよう。私はこの探検にします、レナ様。糸なぎの刃、持ち主の危機を救うという剣です。よく似合いますよ、ダネット。あなたにはこれを授けます。あいつには武器を選ばせないんですか、レナ様。遅すぎんだよ、ババア。こいつが逃げガタイは華奢だが物は悪くね。200年、俺はこの時を待っていた。久しぶりですね、ギル。私もこの時を待っていました。これは一体どういうことですか。あの剣は一体。200年前、私が滅ぼした影がいました。その影を封印した者こそがあの剣。その赤い結晶はなんだか懐かしい光です。これは昼衣装。皆さん、融合が始まります。ようこそ俺の肉体。俺の名はギグ。かつて世界を喰らう者を操り、この世界を滅ぼした偉大な男だ。俺は200年前、ババアのせいで肉体を失った。殺したはずがあのババア、魂をいくつも持ってやがるのか。生き返りやがったな。隙をつかれて危うく死んじまうとこだったが、ババアの力であの剣の中で生き続けることになったのさ。ババアが何を企んでるのかは知らねえが、俺は剣の中でひたすら機会を待った。そして200年、お前に会えたんだよ。具合のいい体にな。こうしてでも俺の魂がめちゃくちゃ馴染みやがる。まだわからねえか。お前の肉体をいただくんだよ。死ぬ？魂が消えるだけだ。肉体は俺が存分に使ってやるさ。さあ、お前の肉体を俺に明け渡すんだ。めんどくせえやつだな。まあいいさ、最初からうまくいくとは思っちゃいない。そうだ、取引をしようぜ。
俺と融合したお前は常人にはね力が使えるようになってるはずだ。それで満足できるならいい。だがもしそれだけの力に満足できねえときは俺を呼ぶんだ。俺がさらに強大な力を貸してやる。俺が力を貸せば貸すほどこの肉体の支配権は俺に傾く。お前は俺の貸した力で望みが叶う。俺も望みに近づく。悪くない取引だろ。いいさ、好きにするがいい。だが必要になったら俺を呼ぶんだ。待ってるぜ相棒。目を覚ましました、レナ様。気分はどうですか。ギグとの融合に成功したようですね。彼はかつてこの世界を壊滅に追いやった存在。世界を喰らう者の指揮官。とてつもない力を持っています。この里はあなたのような人間、ギグの力を利用できる人間を見出すために200年もの長い年月を存在してきました。どうしてやってきた子供、それがあなたです。私は10年間あなたの精神が成熟するのを待ちました。そう、この里は私のためにあるのではありません。世界を喰らう者に対抗するための拠点。このような里がかつては世界中にありました。けれどここ10年で全て何者かに滅ぼされ、今ではこの里だけしか残っていません。里同士の交流もなくなり、外に出ることも禁じたのは全て他の里が消えたため。そうです。襲われた里は死に絶えるか跡形もなくなり、場所の特定もできない状態でした。規模からしておそらく世界を喰らう者の島。そう、長く沈黙を保っていた世界を喰らう者が力を取り戻しつつあるのです。世界の悲鳴が聞こえますか。耳を澄ませばどこかで何かが崩れる音が聞こえます。このままでは世界は衰退し、じきに崩壊するしかありません。その運命に対抗するには尋常ではない強大な力が必要です。あなたに託したギグの力、それがあれば世界を崩壊や喰らう者の侵食から救うことができるのです。これからはあなたがギグの力を利用して過去の大戦の遺物、世界を喰らう者を倒し、世界の運命を変える戦いに出るのです。言ってもらえますね。では早速このことを皆に知らせなければ。というわけです。ついに私たちの悲願であるギグとの融合が成功いたしました。これもあなた方の長年の忠誠があってのもの。私はこれからレナ様、私は納得がいきません。ラネット、なぜ私たちにそのことを隠していたんですか。私たちだけそのことを知らずにいたなんてひどいです。それにどうしてあれを、あの剣を受け取るのが私ではいけないのですか。あいつは優しすぎます。
この里をお守りするのには頼りなさすぎます。私が私の頭が悪いからレナ様の期待に応えられなかったということなのですか。ダネット、自分のことをそんな風に言うもんじゃない。ここにいるみんなとて今のお前と変わらんよ。17の自分までこのことは知らんかった。あの子の中に他のみんなとは違う何かをレナ様が見出された。お前の言うことはレナ様を悲しませるだけだ。わきまえるのじゃダネット。はい、あなたには申し訳なく思います、ダネット。ですが信じてください。私には決してあなたを欺く気などないこと。私はレナ様を疑っているわけでは。分かっています。さあ皆さん、これからは里を守るだけではありません。我々は滅ぼされた隠れ里の皆の心を受け継ぎ、この子の力となって外の巨人に打って出るのです。皆さんがこの子のために何ができるのかよく考えてください。ひとまずこの場は解散とします。閉会。ダネット、後で私の部屋にいらっしゃい。洞窟の中に温泉が湧いてんのか。こりゃ気持ちよさそうだな。なんだ、服脱がねえのか。そんなことかよ。俺は気にしねえぜ。なんだよ、めんどくせえな。俺に見られるのが嫌なら目をつぶってな。お前に見えるもの、聞こえるものしか俺にはわからねえんだからよ。そらそうよ、相棒と俺は一心同体なんだからよ。相棒の五感は全部俺とつながってるぜ。嫌だと言ってももう遅い。俺たちは離れられねえ運命だ。諦めな。嫌なら一生行くのやめな。どこ見ても血の海、死の雨、肉の山、人間どもが石ころみてえに飛んでいきやがるぜ。世界を喰らう者どもも調子いいみてえだな。次は何やらせるか。よし、あの城だ。やれよ、フィーヌ。しやがった。おらおら、カスなゴミ虫ども、
もう少し手応えのある奴はいねえのかよ。いねえんなら首出しな。買って買って借りまくってやるぜ。あ、無謀なバカがのこのこ来やがった。少しは楽しませてくれんだろうな。あ、夢か。なんだよ相棒、お前にも見えてたのか。融合してるからか。気色悪いな。いいか、勝手に覗くんじゃねえぞ。突然のことで取り乱してしまいました。私もお前に協力させてください。だとよ。どうすんだ相棒。怒っていないのですか。ありがとう。こいつを俺の支配の力の実験台にしちまおうぜ。支配の方法は簡単だ。俺がやらなくても今のお前ならこの力が使える。相手を納得させてから支配するんだが、今はもうすでに奴は納得してる。あとは支配するを選ぶだけだ。you
にあるのは何ですか？その像が今支配したセプーのメスを表す像だ。こいつを支配の部屋に飾りつけろ。これで支配ができた。いつでもどんな場所にでもこのセプーのメスを召喚して戦わせることができる。おい、このセプーのメスに説明してやれよ。もう少し体になじまねえと外に声は出せねえんだ。わかりました。これがレナ様の協力、こういうことだったのですね。もしこの力を変な方向に使ったら許しませんよ。Men's battle.
Battle begins. Go! Yo! Huh? Ah! Battle begins.Battle begins. Battle begins.Battle begins. Gigu, 頼むよ。Battle begins. Soi, go yo. Hi. Doria. Battle begins. Thank you.
すげえ獣道だったな。相棒、お前傷だらけだぞ。お前、さっきから何をブツブツ独り言を。もしや頭が疲れてるのですか。今、こいつには言われたくねえって思ったろ。無理すんなって。相棒の気持ちは俺がよく知ってるぜ。なんですかこの声は。どこからか声がうるさいです。お前は誰なのですよ。いえ、お前ではないお前です。お、外に声が出るようになったみてえだな。おいセプーネス、お前お前ってうるせえよ。もう忘れたのか。俺はギグだ。こいつに融合してる懲罰無敵の超すげえ男よ。ギグ？誰ですか？な、誰ってな。レナのババアから聞いただろうが。ギグ？マジか。お前、正真正銘のバカだろ。失礼な。少し人より物忘れが激しいだけです。どうだか。ご覧ください、レイド国の世界を喰らうものでございます。動きませぬが、これに中身はあるかと。倒せるか。騎士団が守っておりますゆえ、簡単にはいかぬでしょう。ここの騎士団は強いですからな。生半可な戦力では難しいのではありませんか。俺の力をもってしてもか。それにはまず万全のお体にいたしませんと。そうだったな。お前の働きには期待している。かしこまりました。それとかの御仁が潜伏しているのはこの近辺でございます。今のところ大きな動きはございませんが、例のものを自ら探しているようです。偽装した連絡手段により逐次連絡を取り合っておりますので、何か状況の変化があればすぐにお伝えいたします。それをもって木を見るがよろしいかと。おい、そこ。そうだ、黒い剣を持つ者とセプーの二人連れだ。そこで何をしている。相棒、呼んでるぜ。あ、今もう何人かいたような。まあよい、そこの怪しい二人連れだ。何をしている。私たちですか。私たちはですね、えへん、そこの世界なんたらを倒しに来ました。倒しに。世界を喰らうものか。そうです、その世界をなんたらです。その人数で。もちろんです。アホか。失礼な、私たちは。アホの相手をしている暇はない。おい、この者たちを放り出せ。
を食らう者に手出しはさせない。お前たちに倒せるとは思えんが、お帰り願おう。俺たちを放り出すんだとよ。おめでてえな。人間相手じゃ200年ぶりの刀らしにもなりゃしねえが、いい機会だ。俺様の力を見せてやるぜ。Commence battle. Battle begins. Battle begins. Soy! Soy! Battle begins. Battle begins. Soy, soy, soy. Battle begins. Stop!
Battle begins. Soi! Soi! Koya! Battle results.こんなことがあるはずが。こういう厄介事は団長に任せるか。いただくぞ。口ほどにもない方たちでした。これで守っているつもりなのでしょうか。全部俺様のおかげだっつーの。だがこんな雑魚じゃ本来の力は引き出せねえ。問題は次だ。さっさと追っ始めようぜ。そうですね。次は世界王なんたらです。準備はよろしいですか。
ではいざ、世界なんたらを倒しに。いい加減覚えろって。Commence battle. Utte demasu.Battle begins. Battle begins.懲罰無敵である俺様の元家来だからね。でもまあ、俺の力がありゃ楽勝だ。来るぜ。こっちに来ます。おい、あれはさっきの奴らじゃねえか。この世界にも知った力がある奴が残ってんじゃねえか。だが戦う気はねえみたいだな。さっさとインフラしやがったぜ。俺の力を引き出してね、お前よりはずっとな。せいぜい力を引き出して頑張んな。Battle begins. Battle begins.Battle begins. Soy, go yo. Hey. Two.
Battle begins. よー、相棒。ボロボロだな。苦戦してんじゃねえか。無理すんなって。今のお前が叶う相手じゃねえよ。なんたって懲罰無敵の俺様の元家来だからな。だが俺はこいつを倒せる方法を知ってるぜ。知りたいか。まあ聞けよ相棒。こいつより確実に強いのは誰だと思う。その通り、懲罰無敵の俺様だ。ま、俺の力をもってすりゃこいつをちょちょいっとひねり倒せるってわけだ。こいつ倒したいんだろ。欲しいんだろ俺の力。素直なのが一番だぜ。いいぜ、貸してやるよ、俺の力。呼べ、願え、念じろ。雑念は捨てるんだ、自分のこと考えんじゃねえ。心の底から力を欲するんだ。ははいいぞ、いいぞ、道が開いていく。200年ぶりの肉体だ。サンキュー、俺の元相棒。これで俺様は自由になる。あ？何か文句でもあるか。ま、約束だからな。力を貸して、思う存分暴れな。だがその後は。Commence battle. Battle begins. Soi, Soi, come here!Battle begins. Begins. Soi, Soi, go! Battle begins.
Battle results.楽に勝てたな、相棒よ。全部俺様のおかげだぜ。そんじゃ約束だ。お前の体いただいていくぜ。ひゃー、200年ぶりの肉体かも。お前の魂バイビーThank you.